はい、こんにちは。ダケメチャンネル春99です。今回ですね、ボードゲームニュース2022年8月21日をお届けしたいというふうに思います。まずはですね、いつも通り国内情報の方からです。こちらですね、アクライツさんがですね、オルトレ完全日本語版ですね、先日ですね、こちらの方の日本語版を発表されておりましたが、早々とですね、発売日が決まりました。9月22日ということで、ね、もうあっという間なんですけども、このオルトレはですね、プレイは領民たちのですね、安息とですね、安心を守るレンジャーになりましょうということで、ね、お城の再建とかを目指しつつですね、降りかかる様々な問題に解決していきますよということになっていて、これ元が確かテーブルトークか RPG かなんかですね。で、それのところですね、ボードさんの方が惚れ込んでこのボードゲームを作ったということになっているので、非常にシナリオイベント系が強いというゲームになっているんですね。で、今回のところもですね、100以上のカードがですねあるので、それによってですね、いろんなことが起きますよと。自然災害とか朝廷の紛争とか墓荒らしみたいなね、もうピンからキリまでありますということで、大きいシナリオそのものは6つのですねストーリーがあるということなので、そちらのところをですね、それぞれ体験していきましょうということになっていました。海外の方を見てもですね、まだまだですね424レーティングなので、全然まだ流通量少ないんですけども、国内の方はもう早々と来月登場ということになっておりました。いや、これね、めちゃくちゃ楽しみだったんですね。で、すごいですね、ワードのボリューム数が多いので、これは日本語版無理なのかなというふうに思っておったんですが、来月の9月の22日はですね、17,800円で登場というふうになっておりました。楽しみですね。さあ、お次こちらですね、ホビージャパンさんですね。これまたね、ちょっとね、変わったバンディングを始められてるんですね。で、こちらもですね、ボードゲームファンのためにということで、ボードゲ手帳2023というですね、ファンディングの方を開始されました。これ、まあ、なんじゃらほいというふうに思ったわけなんですけども、まあ、中はですね、2023年の1月からから始まる手帳になっておって、まあ、ゲームデザイナーさんの誕生日とかがあったりですね、スタートプレイヤーの決め方とかがあったり、まあ、もちろんですね、遊んだ記録もつけられますよと、こういうふうになってるという、要はボードゲーマー向けにですね、ちょっとね、特化したような手帳です。よということが書かれておりました。で、こちらの方がですね、確かいくつかのパターンがあって、ノーマルの3300円のパターンとか、スタートプレイヤーコースっていうのが入ってる5500円のパターンとか、スペシャルコースっていうのをもう一個がですね、5500円の2つ目のコース、お名前が入るよということが入ってると、まあ非常にオーソドックスなね、基本のところは手帳のようなんですが、ゲーマー向けのですね、要素が入ったということになっていましたね。全然ちょっと知らなかったので、私もね、この収録する直前に発見したわけなんですけども、ご興味がある方は見てられてはいかがでございましょうか。で、こちらケンビルさんですね、こちらリビングフォレストですね、日本語版の方がですね、発売ね、もう先行の方が出ていてですね、もう皆さんもね、お手元に取った方も多いというふうに思いますが、こちらの方の追加情報ですね、リビングフォレストのですね、ソロモードをですね、こちらの方のですね、日本語版の方のデータの方が公開されました。これはですね、元々の方からですね、許諾が取れたので、ケンビルさんの方がですね、こちらの方を公開するというふうになっていましたね。ソロモードのですね、追加の準備とかですね、こちらの方難易度調整なんていうの入ったっていうのが入っていて、プレイされた方をですね、聞いてみると、なかなかね、これ歯応えがありますよということをですね、お伺いしましたので、そのモードをね、どんどんやってみたいという方はですね、リビングフォレストを入手した際にはですね、こちらの方のデータをダウンロードして試してみられるのもよろしいんじゃないかなというふうに思いますね。やっぱり最近のゲームはね、まあ、ソロモードが充実してるかどうかってね、非常に大事なところになってきていますよね。で、今週のですね、エラッタ情報です。こちら同じくケンビリさんの美徳ですね、美徳の方そのものですね、ルールの方のエラッタの方もご紹介していましたが、こちらの方ですね、妖怪カードの一部のところにもちょっとエラーがありますよということがですね、アナウンスされておりました。これですね、あれなんか確かに変だなという感じがするんですけど、どうもここですね、背景の抜けがおかしいんですね、これね。なんで元のアイコンデータがどうも壊れておったようなんですけども、そのまま印刷してしまいましたということで、元々のところも版元の方がおかしかったようですが、こうしたのが3枚だけありますということが発表されています。私も手元の方を見ていましたけども、確かにこの3枚だけ、妖怪カードすごいたくさんあるんですけども、このアイコンが入っている3枚だけおかしいようでした。で、当座のところですね、気になる方向けには、こちらのすでにですね、改善された修正ファイルっていうのが配られているので、こちらの方をまあ印刷して、まあ、スリーブかなんかにね、入れて運用するということもまずできると思いますし、実運用的にはまあ現実問題はないので、まあ、一旦この方でですね、プレイはしておいて、どういう対応になるか未定ですけども、何かしらね、決まれば再度告知しますということになっているので、まあ、しばらくそれを待ってみるのもよろしいんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、なかなかこれね、美徳ね、開けてみればね、すぐ分かるんですけど、ものすごいコンポーネントボリュームなんですね。なので、こんなこともあげれるのかなというふうに思ったりしますが、いずれにせよですね、最終的な対応が待たれるというところになっておりましたね。まあ幸いなことにね、ゲームのプレイそのものには全く問題がないというところがね、救いじゃないかなというふうに思いますね。さあ、次ですね、海外情報です。
一つ目こちらですね、アークノバですね、ズームアップパック1ですね。これね、先日の方もご紹介しましたが、アークノバですね、拡張のマップのね、パック1って書いてるんでたくさん出てくると思いますけども、パック1の方が出ますよということがですね、細かいことが出てまいりました。こちらの方でね、情報の方がですね、前こんな形になっていて、どういうこれね、この動物園が増えるんじゃいというのがね、はっきりしなかったんですね。で、こちらの方が出てきまして、一つ目こちらですね、裏面なのでですね、どうも2マップ増えるということは確定のようですが、ここのところほらこれがどうも左右対称というかですね、こうね、同じような形になったっていうマップがあって、しかも色が塗られてるんですね。なんで色別のゾーンが5つあるという非常に変わったエリアが入っているっていうマップの方と、もう一つのマップの方ですね、なんかここのところ、ここに矢印が増えていて、こちらの方に向かって何やら個別のルールがありますよと、こういう形のですね、新しいマップが増えるようでした。こっちの方ね、見た目はね、大してね、不思議なことは何もないんですけども、どうもこの辺のアイコンからこの上の矢印っていうのに、ね、特徴があるようでございました。こちらの方ですね、天鉄の田中間さんの方がですね、8月の下旬ぐらいから9月には国内にも流通するんじゃないかというふうにね、先日おっしゃられていましたのでね、こちらの方はね、早いバトルでね、国内の方にも現れそうで、私も楽しみですというところでございますね。いやーこれね、私特にこのマップ気になりますよね。これどういうプレイ感になるのかね、いう気になりますので、ね、これね、ぜひやってみたいところですね。で、合わせてアークノバはですね、こちらはですね、しばらく前の頃ね、私のですね、デザイナーさんの方がね、フォーラムとかに書き込んでますよという話をしておりましたが、いよいよ情報がですね、たくさん出てまいりましたね。アークノバの拡張セットですね、アークノバアクエリアスですね、こちらの方の情報がドバ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 ーと出てまいりましたね。まだ画像なんかがね、全然ないということが残念ですけども、今回ですね、アークノバアクエリアスは海に隣接して作らなければいけない新しい特殊な囲い地が出ますよということでしたね。で、すごいですね、新しい動物が増えるというのは、まあ、それぞれでね、まあ、あり得ることだなというふうに思ったんですが、ポイントになっているのはですね、もう一つありまして、このアークノバって5枚のアクションカードがありましたよね。あの5枚のアクションカードの中から1枚を選択して、そのパワーがまた下がって、しばらくしたらまた上がってくるのでってね、あのアークノバのカードの運用のところがですね、シビライゼーションニュードーンに似ていて面白いということをね、他でもお伝えしておりましたが、あの5枚のアクションカードがそれぞれについてですね、少しひねりを加えた4種類の別バージョンのアクションカードが用意されるので、それをゲーム開始時にドラフトしておいて、それぞれのプレイヤーが個別の能力違いから始まりますよということが入ったと、こうなってましたね。ほんまかそれっていうね、ここのとこなかなか面白いところなんですよね。シビライゼーションニュードーンの方もですね、あのカードの方がね、変わるというのは拡張セットで入っておるわけなんですけども、このアクエリアスの方も5枚のアクションカードが全プレイヤーで統一でないところが始まるというところにですね、帰着症だというところでですね、非常に楽しみになってきましたね。ちょっと残念なのはここにありました通り、どうも発売は2023年の中頃、つまり1年後ぐらいということになってるのでね、まだね、しばらく待つ必要はあるようですけども、楽しみな一作ではありますね。さあ、もう一つこちらですね、アプリジャックですね。これでもね、アップルのジュースですよね、のメーカーかなんかと思いましたけども、アップルジャックの方が発表されてましたね。こちらですね、ザ・ゲームギャラリーの方ですね、ライブの方で教えていただきましてありがとうございます。これですね、ウベローゼンバルグさんのですね、パズルゲームの一種なんですね。いや、彼ね、このワーカープレスメントの大きいのも得意ますけどね、パズルゲーム系も結構最近ね、出しますよね。で、1人から4人っていう風になってるわけですが、まあ、こんな風な感じになってまして、要はですね、手番の方でテーブル中央のこの収穫ボードの方からですね、この木のタイルっていうのを選んで、まあ、自分のとこ持ってきますよと、こういうことなんですね。で、このタイルのところですね、プレイヤーの果樹園に置くんですけども、この中にですね、様々なね、果樹とかですね、蜂蜜のアイコンが書かれているので、ここの中にどうもうまくこう、くっつけていってっていうのを繰り返して、ここに19個ドームを置けるようなんですけども、19ターンそれを繰り返していったら、この組み合わせによって得点が入りますよということなんですね。なんでここのところからどうやってどの順番でこのタイルを取っていくのか、自分のところにどうくっつけていくのかっていうところを楽しみましょうと、そういうタイプのゲームになってました。ワンゲームはどうも30分以下となってるんで、非常にスピーディーなゲームに仕上がっているようですけども、ちょっと最近の得意なローゼンベルグさんの方のパズルゲームとはまた違ったような感じなので、最近もフレームワークとかね、ご紹介してますけども、どんなプレイ感になるのかっていうのは非常に楽しみな一作ですね。これね、ちょっと注目していきたいというふうに思いますね。で、今週ですね、最後こちらですね、ダンジョン&ドラゴンですね、ザ・ヨーニングポータルですね。これなんじゃっていうね、思っておったわけなんですけど、これジェンコンの方でですね、どうもね、いくつかね、実機の方が出ておったんですが、デザイナーがですね、お二人ともですね、どうも新しいデビューの方っぽいということなんですが、まあ、ダンジョン&ドラゴンズといえばね、まあ、冒険に行ってね、モンスターを倒してね、まあ、一攫千金ですよ、レベルアップですよ、英雄ですよ、というふうにも思うわけですが、ここそんなこと全然書いてないですね。サーブフード&ドリンク、トゥハングリーアドベンチャーズ、は?っていうことになっていて、これね、
宿屋なんですよね。宿屋のところですね、給仕しましょうというふうになっていて、まあ、様々なアドベンチャーのね、冒険者の連中がやってくるんですね、注文されたご飯とか飲み物をマッチングさせてですね、うまく提供しましょうと、こういうですね、アドベンチャーではなくて、宿屋の中の物語だというふうになってましたね。で、食べ物にですね、それぞれですね、ポイントがついているので、それをサーブすることによってですね、まあ、点が得られるわけですね。で、それをですね、なるべくたくさん、あるいはですね、この種類がね、レアなものっていうのをですね、供給していること、最終的にポイントがですね、多く手に入ると。うまくですね、自分の方サーブしてやるとパトロンもつきますよなんていう風になってるという、それ D&D なのっていうね感じがしないわけでもないですけども、 D&D の世界観の中のある宿屋の中の物語ということがですね、こちらの方で展開されるという風になっているようでした。まあ非常にこれね、 D&D のゲームたくさんありますけどね、そこのところですね、自分がね給仕するというところにフォーカスしたっていうのは目新しいんじゃないでしょうかね。これも残念ながらね、2023年なのでまだ発売まではねちょっとかかるようではございますけども、 D&D のですね世界観の中の一作としてね、ちょっとねしばらくこれも注目していきたいという風に思いますね。はい、というわけでですね、ボードゲームニュース2022年8月21日版をお届けいたしました。先日のねジェンコンが終わってね、ちょっとね全体的に一服したかなという感じがありますんでね、9月ぐらいになってくればね、またねエッセンの情報がドバッと増えるんじゃないかなと思いますね。そちらの方がまた入ってき次第ご紹介していきたいというふうに思います。ボードゲームニュース2022年8月21番でございました。ザゲメチャンネルの春キュジキュでした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。